第10回全国和牛能力協振会に出展されたカモウワッシュカチモウワッシュは和牛の品種の一つであり肉牛として飼育される。ヒゴの赤牛とトサの赤牛に代表されるカモウワ牛の来歴は古く特にヒゴの赤牛は日本神話に登場するケンバン流命が阿蘇の湖水を開拓して田畑を作り放牧をして農業を始めた頃から 馬と共に飼われていたと伝えられている。一説によると、大友総林統治の頃、薬用として輸入され、文後に多くいた朝鮮半島系の寒牛が起源とされる。明治時代に熊本、高知で繁殖され、明治時代後半から新メンタール種のオスを交配したものに発し、1930年に決められた最初の改良目標に向けて改良され、 1937年、中央畜産会による本登録の一元化、勝ち儲け役肉用牛と過称し、1940年に熊本、高知共通の審査標準が作成された。その後何度かの改定を経て、現在に至る。改良過程は、熊本系と高知系では、新メンタール種を交配するところまでは同じであるが、熊本系は1881年頃、 政府の畜産省令もあり、デボン種主牛による赤牛の改良が試みられたが、市役にも耐えられないという理由で、デボン種による改良は中断される。さらに1900年に、政府は牛を薬用から薬肉用牛に転換する目的で、在来和牛の改良を外国種との交雑によって行う方針を定め、赤牛の改良は、新メンタール種、ブラウンスイス種を含む、 数種の外国種が用いられた。1911年に全国的には牛と外国種の交配が推進されたことを受けて、熊本でも小柄な赤牛にスイス原産の大きな父肉薬犬用牛、新メンタール種を交配して改良することになる。1922年頃からは新メンタール種の交雑をもっぱら行うようになった。その遺伝的血統は、 新メンタールが25%以下としながら、体格の増大と経路の褐色単一化を、はかり経済的な薬肉兼用牛を作出することを、明確な改良目標のもと選択淘汰が繰り返された。その結果、理想とする褐色単一の薬肉兼用牛が作出され、さらに直接検定、間接検定、現場検定、e t u 作出などによる改良を重ねて、 誕生したのが、現在の熊本系赤牛である。高知系は、日韓併合の際に、朝鮮半島から、現地の農務省の役人が選抜して送った牛を、元に改良されているのが大きな違いである。1944年に、日後の赤牛と土佐の赤牛は、現在の名称に命名され、良い遺伝子を寄せて、後輩によるばらつきがない種として、黒毛和種、無角和種、 単角足と同様に日本固有の肉用品種和牛に認定された。日本国内の肉用品種の5%を占めると推測される。正式名称はカチモウワシマ熊本系、カチモウワシコ高知系のように区別される。色は熊本系は金色に近く、高知系はオレンジ色に近い。熊本県には似た毛色のジャージー牛が日本で2番目に多く飼育されているが、 ジャージー牛が父牛であることや小柄であること。毛色が灰色っぽい茶色で容易に区別はつく。また、登録は、熊本系については日本赤牛登録協会、高知系は全国は牛登録協会の管轄になる。熊本系の名称は、熊本赤牛赤毛和牛、高知系の名称は、土佐牛などと呼ばれる。熊本系の毛色は、高褐色単色で、 刺繍内側、目、鼻の周辺が淡い。高知系は、もう分けと称する、角、ひずめ、眼睛、下、おぼう、肛門などの黒い牛が好まれている。体格は、黒毛和種に比べてやや大きく、メス130センチメートル、体重470キログラム。中区の伸びが良く、あと、むくろも充実している。一日増体量千から千二百グラム。 枝肉ぶどまり60から63%ほどの三肉能力を持つ。筋繊維は、やや太く脂肪沈着も黒毛和酒に劣るが、対処性に優れ、嵐料理要性がかなり良い。肉色は小豆色、油はベータカロテンが沈着した薄いクリーム色で、赤新肉中に8から15%の適度な脂肪を含む。エネルギー含量の多い穀類を多給するとすぐに、 太って脂っこい肉質になる傾向にある。ビタミン A とビタミン E が豊富で、霜降り部分の脂肪酸の N6、N3 比率が低く、健康に良い脂肪酸バランスが特徴である。赤牛の改良、増殖は、例年の行政的主導推奨及び赤牛、生産者の熱意によるところが大きい。ありがとうございます。